前にも同じように体験談をちょこちょこお話しさせていただいておりますので、ぜひこちらの動画も見てください。皆さんこんにちは、ひだのまなみです。ちなみに、発覚までの経緯の話は、がんと診断されるまでの症状はどんな感じだったかと、告知から、手術までの1ヶ月間の動画は、どんな検査を受けたのかとか、自己血採血とかメンタルが一番辛かったっていうお話をしています。そして、今回は入院からのお話をさせていただこうと思います。現在2021年1月なんですけれども、手術は2017年の6月でした。なので術後3年7ヶ月経っています。ちなみに抗がん剤が終わってからは3年2ヶ月くらいとなっております。月日が少し経過していまして、記憶もだんだんとちょっと薄くなってきています。なので、私のブログやインスタを見ながらお話をさせていただきます。2017年の6月13日に入院をしました。で、この時なぜか、インスタでこれから戦ってくるよ、ヒャホーイって書いてあるんですよね。で、まあこの時の私の心境もあんまりちょっと覚えてないんですけど、なんか結構ピクニックに行くような感覚だったのを覚えています。で、多分なんですけど、当時こう辛い症状とかがあるし、まあ不安もあるのはあったので、まあ、それがなくなるから嬉しかったんじゃないのかなと思います。1日目は入院の手続きをした感じです。で、一晩明けまして、次の日6月14日は手術のための、こう準備をする日でした。で、まあ、回復手術になりますので、陰毛ですねを、上の方をちょっと剃ってもらったり、あとまあ背中に痛み止めの管を通すんですが、私は注射がマジで大嫌いで、まあしかもそれを、背中に打つんですけど、もう怖くて怖くてずっと泣きそうになりながら説明を聞いたりして、まあやってもらったんですけど、まあ無事になんとか打つことができました。それが終わって、チームの先生、まあ主治医と担当医お二人いらっしゃって、まあ3人の、チームだったんですけど、と看護師さん、私と家族で次の日の手術の、説明を聞きました。で、ここでは、母が泣いていたのをよく覚えています。で、改めてこう先生に説明をしてもらって、聞いて、まあこんなに大変な病気なんだなと、そこでちゃんと分かって、なんか悲しくなっちゃったみたいなんです。まあ、でもしっかりこう説明を聞いてもらって、私としてはすごく安心しました。で、夜は下剤を飲みます。で、下剤に関してなんですが、これは意外と私は平気でした。味は確か薄いレモン味だったような気がします。で、2リットルくらいかな飲むんですけど、まあそれをちょっとずつ飲んで、トイレ行って飲んで、トイレ行ってみたいな感じでしたね。準備はそれくらいだったかな。で、寝る前に、まあもちろん家族は全員帰って私一人になるんですけど、寝る前に点滴を打ちました。で、まあ今でもすごく覚えているのが、先ほども言ったように注射がめちゃめちゃ嫌いで、大人でになっても泣いちゃうくらいなんですけど、まあ今はもう大丈夫ですけどね。で、チームの先生がいらっしゃって、まあその点滴を打ってくれた先生は、一番最初から見ていただいた、まあ担当医なんですけど、担当医の先生が来ていただいて、点滴を打ってもらったんですが、私もやっぱりヒャッホーイと言いながら情緒不安定だったみたいで、泣いてしまったんですよね。でも消灯の時間で、こうベッドの上のライトだけが、まあ、光っているような状況のこう薄暗い部屋で、その点滴を打ってくれた先生が、まあ、私が寝るまでずっと横にいて手を握ってくれていました。その印象がすごく強くて、まあ先生も忙しいはずですし、もしかしたら帰る時間だったのかもしれないんですけど、もう本当にその横にいて手を握ってくれたことに関してはもう本当にありがたくて、でもう感謝しかありません。そのおかげでよく手術の前の日はよく寝れました。で、6月15日手術当日の日です。私の手術は朝一からスタート
しました。で、夕方までの予定だったんですけど、まあ、朝の6時頃に起きまして、朝一干潮をします。で、手術着に着替えて、まあ、パンツも手術用のものに履き替えます。で、まあ、家族も朝一に来てくれまして、その家族みんなに見送られながら、これが自分の足で手術室に向かうんですよ。なんだっけ、ストレッチャーで運ばれるのかなと思ったんですけど、これはもうドラマの見過ぎかなと思ってびっくりしました。手術室って、まあ、めったに見れないじゃないですか。どうなんだろう、すごくワクワクしちゃって、で、こう手術室のこう周りを見ながら、うわすげーって言いながら、手術に挑みます。で、手術室の担当の先生と麻酔科の先生、あとはまあ主治医、担当医かながいて、こう、まあ、手術をしてくれるんですけど、ワクワクした感覚って今考えるとすごいメンタルしてるなって思ってまして、手術でまあ頑張るのは自分じゃなくて、あの先生が頑張るんだっていう結構楽な考え方で、まあ、これはこれで良かったんじゃないのかなとは思います。で、まあ、細い手術台に横になりまして、まあ、麻酔をかけるんですけど、手術台にこう寝ていて、先生たちがこう覗いているような感じだった気がします。前の日に点滴をしてくれた先生が、まあ、そこでも手を握ってくれて、まあ、ニコニコしていてくれたので、すごい安心でした。で、不安も全然なくて、まあ、麻酔入れますねっていう声でお願いしますな感じから、こう目の前がこうふわーで暗くなってきて、こう体重も重くなるような感覚がありました。それで一瞬で眠りにつきました。もちろん手術は私の感覚ではめちゃめちゃあっという間に終わった感じがします。もちろん寝ているので記憶も何もありません。で、全部で9時間くらいの、まあ、大手術だったんですけど、後から先生に聞いたら、まあ、先生は次の日に筋肉痛になったよっておっしゃってて、やっぱり先生って集中力とか体力とか、まあ、もろもろやっぱりすごいなっていう感じはしました。で、その9時間は私はもちろん寝ているだけなんですが、家族はずっとデイルーム、まあ、待合室で待っていてくれたんですけど、まあ、どんな気持ちで待っていたのか私には分かりません。小さい甥っ子も来てくれてたので、小さい子はすごい退屈だったんじゃないのかなと思います。なので、まあ、何かこう遊び道具とか、うん、まあ、近くにある公園とか調べておいた方がいいんじゃないのかなって、ここはプチアドバイスでさせていただきます。で、あとは私はあの子宮全摘でしたので、その取った臓器を、まあ、家族が見たりとかもしました。で、まあ、見るのはおそらく強制ではないんだと思うんですけど、うちの家族も、まあ、何人か来て見てる人と見てない人がいるんですけど、まあ、そういった臓器の確認だったり、まあ、説明を、家族は聞いてくれたりとかしました。はい。で、その9時間もあるので、途中でご飯食べに行ったりとか、まあ、いろいろしたんじゃないのかなと思います。で、私自身気づいたら個室のベッドの上でした。で、みんなこう一回集中治療室みたいなの行くってよく聞くんですけど、私は行ったのか行ってないのかも分からずに記憶がないです。その入院したばっかりの時がそもそも個室だったので、そのまま同じ部屋に戻ってきたという感じになります。で、意識が結構朦朧と、本当に朦朧としている中、こうぼやっとした視界の中で、まあ、ちょっとうちの家族の話なんですが、まあ、泣いている人もいるなみたいな、そんな感じの感覚で、何か話を言ってくれているけど、その記憶もないし、またスッと眠ったんだと思います。その朦朧とした感覚がなくなって、気づいたらまた夜になっていました。で、そこから私史上なんですが、手術後一番辛かった水分禁止の夜が一日始まりました。で、手術の前から確か水もまあ飲んでないくて、もう丸一日水分を口に入れていない、含んでいないという状態なんですけど、まあ、酸素マスクとかいろいろしてるんですが、もう喉がカラッカラになりまして、で、なんかわかんないけど鼻もすごい詰まってて、すごく苦しいんですよね。もちろん喉が渇いたって言っても水を飲ませてもらえるわけではないので、
他にもいろいろ辛いことがあるんですけど、一番印象的だったのがその水分飲めないっていうのがすごく苦しかったです。まあ飲めない代わりにこう不水分を含んだガーゼを口に入れて湿らせて紛らわせてたりとかもしたり、あとは本当に気休め程度なんですけどうがいをさせてもらったりとかもしました。で、体には管がいっぱいまだまだ通っている状態で、こう血栓予防の、機械も足についている状態なので動けません。で、看護師さんがうがい用のトレーみたいなのをこう口元に持ってきてくれて、首だけ動かせるのでうがいしてかやって、水出すんですけど、もう口からからなのにここびしょびしょみたいな感じです。で、まあ鼻水も なんかわかんない私だけかもしれないんですが、すごい鼻も詰まってて、まあ動けないから鼻かめないじゃないですか。なのでこう仰向けで寝たきりなので、その鼻水が喉の方に降りてきちゃったりとかもしちゃって、すごい気持ち悪かった印象があります。で、最初怖かったんですが、あの吸引器で痰とかをこう吸ってくれてたのがすごい印象的でした。で、毎回ナースボタンを押して、まあ、看護師さん呼んでやってくださいっていう感じで、もうその一晩はずっとやってくれてましたね。で、術後ちょっと何日経ったかは忘れちゃったんですけど、私結構繊毛が出ちゃって、まあ、この繊毛の話はまた別の動画でお話できたらいいなと思っています。で、術後2日目の朝だったかな、少し水をね飲めて、うわ生きてるってなりました。で、助かったっていう感じの、幸せな幸福感があったんですが、やっぱりこう水を飲めるって幸せなんだなと、とてもハッピーな気持ちになった感じです。術後私についていた管は背中の痛み止めの、まあ、注射打ってずっとこう管が入っている状態と、点滴とおしっこの管と酸素マスク、確か鼻にチューブが入ってたこう気がします。で、ドレーンっていうのが2本お腹の、右左についてて、まあ、足には血栓予防の機械がついているという状態でした。で、まあ、血栓予防の機械と酸素マスクと鼻のチューブ、あとおしっこの管は割と早く抜けたような気がします。で、まあそのちょっとずつ抜けてくる頃から、あの気づくとお腹がやっぱり痛いんですよね。で、まあ背中に打っているこう麻酔も効いているので、そこまで激痛っていうことはなかったんですけど、もちろん痛いは痛いです。で、そんな中、まあ、看護師さんに、さ、少しでもいいので歩いてみましょうって言われるんですけど、何を言っているんだと思いながら動こうとしました。そうすると、まあ、本当に動けないんですよね。力も入らないし、すごいびっくりしたのを覚えています。で、まあ、大きな手術をしたばかりの患者になぜ歩かせるかというと、開腹手術の場合になるとは思うんですけど、まあ、腸がこう癒着して、腸閉塞っていうのになってしまう可能性があるので、まあ、歩いて腸を動かして予防するっていう意味で歩きます。その腸閉塞の動画は出てるので、またこちらもよかったらこれを見終わった後に見てみてください。歩くのの最初の日はベッドに座るだけで、私はギブアップしてしまいました。で、その次の日だったかな、まあ、結構すぐだったのを記憶しているんですけど、廊下に出て点滴の棒にこう体重を少しかけながら、こっちは廊下の手すりを持って超ゆっくり歩く練習をしました。で、これは本当に日に日に良くなっていくのが自分でも分かります。で、最初はめちゃめちゃ大変だけど、こうめげずに、行動していくと腸閉塞もちゃんと予防できるかなと思いますので、まあ、これから手術の人は、まあ、ここは頑張ってほしいかなと思います。で、もちろん人それぞれ辛いところは違うと思います。私のように、まあ、痛いのももちろんそうなんですけど、喉の渇きがすごい辛かったとか、やっぱりそれより痛みの方が辛いっていう人もいるし、まあ、肉体的なところもそうだけど、まあ、精神的にすごく辛かったよっていう声とかもいろいろあるかと思います。で、今回は私の体験談ということで、
まあ、入院から、手術後の話でした。で、実際入院期間は1ヶ月ほどありまして、まあ、その後も抗がん剤6クールあるんで、6クール、まあ、それぞれ3日間入院っていうのがあります。それも今後動画にさせていただこうかなと思っています。今日のお話はここまでです。今私はとっても元気で生活をしています。こんな私の経験が誰かの役に立てばいいなと思っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。